なでこんにちは。いきなりだけど、物語シリーズモンスターシーズン終了のお知らせだよ。いきなり終わるみたいに言うな。うぬの段取りがいきなりなだけじゃろ。しのぶちゃんこそいきなり終わるのを悪いことみたいに言わないで。思わぬ反撃の糸口。どうあれ完結するっていうのはすごいことなんだよ。何にもないのに途中で止まっちゃうことだってあるんだから。世界シリーズへの言及はよせ。戦争シリーズのつもりだったけど。何にもないのに途中で止まっとるシリーズが多すぎるじゃろ。だからこそモンスターシーズンの完結をことほぐよ。思えば15年前の2006年、映像化不可能な小説として口火を切った化け物語。100話以上映像化してもろうたの。終わり物語、続終わり物語に至るまで我が主様の高校生活を描き切ってもろうたの。その後本当に映像化できないやりすぎのオフシーズン、愚か物語、技物語、撫で物語、結び物語を経てスタートした妖怪変化との別離に主眼の置かれた大学編のモンスターシーズン。ちょっと待って、撫でこんにちはって何？決死にして必死にして万死の吸血鬼の来日、忍物語第1話、忍物マスタード、八九時ちゃんの初仕事、酔い物語第2話迷いスネイル、第3話迷いスネーク、おののきちゃんの夏休み、余り物語第4話よつぎバディ、第5話よつぎシャドウ、恋人たちの別れ話、扇物語第6話扇ライト、第7話扇フライト、そしてなでこんにちはって何？生きとし生けるすべての生命に捧げる忍物語第8話忍物スーサイド、最終話なでこアラウンド。それじゃあおやすみ、グッドなでこ。グッドなでこって何？